皆さんこんにちは、 CA ヒューマンの吉田です。今回はブレッドボードと呼ばれるものですね、こちらの使い方についてご紹介したいと思います。ブレッドボードと呼ばれるものはですね、いろんな形形状がありますが、一般的にはこのような穴が開いていて、電子部品を挿すことで部品同士をつなぐことができる。で、つなぐことで、いろんな回路の試作とかですね、テストなどが行えるようになっているものになります。で、今ボードの種類いろいろあるということでお話ししたんですが、ちっちゃいタイプですね、こちらカメラの方に映してあります。スケルトンタイプと呼ばれるものになっているんですが、今こちらですね、側面から見るとこちら穴の横については今金属のですねバーが通っていて、で、電線を挿すとこれ挟まるような形でですね、金属のハサミのようなものがですね、入ってます。で、今こちら横は下でつながってるんですが、縦の方向を見てみるとこちら間にプラスチックが挟まってますんで、こちらの方ですね、今横方向についてはつながってるけど縦方向についてはつながっていないよというような形になってます。ですんで、こちら回路の図で言うとこのような形ですね。今こちらですね、横に穴が5つ分あるんですが、この5つ分は中でつながってるよ、一方縦方向の隣同士というのは間にプラスチックが入ってますんで、こちらはつながっていないよという形になります。こちらを使っていただくことによって、このつながっているところとつながっていないところですね、こちらを使い分けていただくことで、電子回路を組み立てる、で電気を流して動かすという形になります。で、今回は簡単な回路を使いながらですね、こちらのブレッドボードの使い方を見ていきたいと思います。で、まずですね、今こちら炭酸の電池が2本入っている電池ボックスになります。で、今このボックスに入っている電池のプラス側が赤、プラス側が赤色の線、マイナス側が黒色の線に出ている電池ボックスになります。で、この電池ボックスにはスイッチがついていて、このスイッチをオンにすることで電気を供給するよという、そういったものになります。で、今こちら5つの穴のうち1つにプラスを入れると残りの4つにつなげることができますんで、今こちらブレッドボードですね、先ほど横はつながっていて縦はつながっていないということでしたんで、こちら赤い線と黒い線、プラスとマイナスをそれぞれつなげますよ。そうすることで、今ここの横の4つについてはプラスがつながっている形になります。反対側の4つこちらについてはマイナス側がつながっている形になります。で、続いてですね、今こちらに LED をつけたいと思います。今 LED についてはこちらですね、抵抗がついている、つけてある LED になります。こちら左側がアノードと呼ばれる足が長い方ですね。 LED は極性といって、方向がありますので、アノードをプラス、仮想度をマイナスということで短い方マイナスになります。こちら実際挿してみたいと思います。長い方をプラスに挿しますので、プラスが入っている穴、こちらの4つのうち1つに挿します。これでアノードはプラスですよ。一方抵抗の反対側の足、こちらを黒い方ですねがつながっている穴のうちの一つに入れてください。これで、仮想度側はマイナスですよ。この穴4つありましたが、これどこでも構いません。横の黒とつながる穴であればどこでも構いません。また赤側もどこでも構いません。こちら入れていただくことで、こちらの方ですね、配線をつなぐことができました。で、実際に電源の方を入れてみたいと思います。電源を入れると、
今スイッチが入るとプラスの電気がアノード側に入って LED を通って抵抗を通って電源側に戻るよというような形で、今こちらの方ですね、電池直流の電源電池ですよ。でここから LED アノード側に入って仮想度側から出て抵抗を通ってマイナスに戻るよ。で通常はこういった電源のところについてはこのように 3V やグランドといったような形で書いたりすることが多いです。こちらですね、回路を書く場合にはそれぞれの部品書く場合もあれば部品を省略して電源のマークで書くことがあります。まずは電池をオンすることで LED が点灯する回路になります。続いて、今ですね、スイッチをつないでスイッチを押したら LED がつく回路を作りたいと思います。で、今スイッチについてはこちらですね、タクトスイッチと呼ばれるもので対角に、使うことで、スイッチとして使う間違いが少なく使うことができます。で今スイッチこちら片側をプラス側に入れますので赤い線が入っている隣の穴ですね、これ今残り3つありますが3つのうちの1つに刺します。これで、左側はプラスとつながったよ。もう反対側についてはこちらの方ですね、今使っていない穴の部分ですね、こちらに刺します。今こちら直接黒に入れてしまうとスイッチを押すと短絡と呼ばれる危険な状態になります。抵抗がゼロの状態になりますので、こちらの方は短絡はさせないようにしてください。こちら火災や電池の液漏れ等の原因になります。で、こちらですね、今別の場所ですね、このような形で、配線入れていただければあと LED ですね、また LED、こちらの方を交差したいと思います。 LED については今ですねプラス側になっているのがスイッチの線になりますのでプラス側このお隣4つのうちのどこかに線を刺してもらう。で、反対側、仮想度側については、今仮想度側ですね。反対側の仮想度側、こちらについては黒い方に刺してください。これで、今電池のプラス、電池のプラスがスイッチに入って、スイッチからLED のアノード側に入って、でアノード側から抵抗を通って外に出ていくという回路が出来上がりました。今作った回路はこちらですね。プラスから入ったものがスイッチを通ってアノードから入って仮想度から出て抵抗を通ってグランド落ちていきますよ。こういった形で回路が出来上がりましたので、またスイッチを入れてみます。スイッチを入れるとこちら側の LED については入れた瞬間につきますよ。もう一つの LED、こちらの方押すとついて離すと消えるというような形で、スイッチで LED が制御できるような形になります。で電子回路ではこういった複数の LED が出てくるや複数の抵抗部品などが出てきた場合にはそれぞれの部品に名前というような形でLED1 や LED2、R1、R2 といった名前をつけて、区別できるようにします。図面にはこういったシンボルといったものが書いてあったりします。また今この図についてはプラスやマイナスといったところですね、 3V やグランドといった線については共通であることが多いのでこのように、分けて書いていただいたりですね、することもあります。こちら接続点というような形で黒丸で接続してますがこういったものを
それぞれ分けて書いた方がすっきり見やすくなりますので、今電気的に同じ、通路ですね、電気的に抵抗がない同じ通路の場合については分けて、それが分かるように、書いておいていただければ結構です。こちらですね、どのような書き方、横に書いても縦に書いても構いませんので、まあ、通常はこのように、縦に書いていくことが多いです。とりあえず今回はですね、ブレッドボードということで、まあ、プロットボードとも呼ばれたりしますが、電子回路の試作で使うこのちっちゃい、ボードですね、これの使い方ということでご紹介させていただきました。それではですね、今回の動画は以上にしたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。